郎様。狼、よくぞ戻った。源の宮へはたどり着けたか。はい。そうか、案じておったぞ。竜の涙、必ず手に入れてまいります。あ、頼む狼。何やらナイフの軍が騒がしいようだな。だが心配はいらぬぞ狼。時折一心様が様子を見に来てくださる、心強いことじゃ。何やらナイフだが時折心強い。狼殿、狼殿、ほんの眉間、九郎様のふ、ではまた。Yeah!
どうか。おい、これをやろう。おお、これは尊き香りなり。ようよう、お認めいただける。松座に加えていただける。ようよう、ようよう。なあ、そなたにこれを信ぜよう。ならば、よこせ。
お主、鱗もし持てば。もう、ここまでの働き、あ、ゆえに、お主を見込んで話を。いや、姫事も聞いておくれや。ああ。お、さよか。まことあっぱれなおの子よ。知って、姫事じゃが、この餌を、主の恋様に献上しておくれ。くれぐれも誰にも知られず、ひそひそとな。さすればお主に宮の秘宝を授けようぞ。のう、お主、我の餌をひそひそ。
庭は鬼門です。さき、そしてもし我が父にまみえたなら、どうか恋の呪縛から解き放ってあげてください。ずっとずっとそんな絵。Thank you.
しむげい。うわ、
巫女の忍びよ。もしや先方商人と会ってきていただけたのですか。死んでいた。先方商人は虫付き。何故そのようなことが。だが書が残っていた。これを拝見します。なるほど、蛇書きというものを二つ喰らえば流飲の巫女を治めるゆりかごとなれる。そうすれば流飲を故郷にお返しすることができる。私がそのゆりかご、私がなりましょう。お主しかと読んだのだな。もちろんです。ふん。私は落ちの巫女のただ一人の生き残り。生中には死にませぬ。巫女の忍びよ、流飲を返す道を望まれるならば二つの蛇書きをお持ちください。心当たりはあるのか。おそらくは大蛇より取れる肝かと。柿のように赤く染まっていると言います。巫女の忍びよ、二つの蛇書きを手に入れられたのですか。ああ、手に入れた。この赤き様、確かに柿とはよく申したものですね。まことに喰らうのか。もちろんです。そうすれば我が体は流飲をお返しするためのゆりかごとなりましょう。ただあなたの前でそれをするのははばかられます。時を置いてまたおいでください。忍び、そこにいらっしゃるのですか。お主、目が、はあ、やはりいらしてくださったのですね。巫女の忍びよ、私はゆりかごとなれたようです。手を取っていただけますか。ああ、これはひんやりと氷室のようでございましょう。だからほら、私の涙もこぼれ落ちる間にいてついてしまう。この氷涙をお授けしましょう。氷涙か、もしや。はい、おそらくは冷たい竜の涙が刺すのは、竜の涙とともにこの氷涙を飲んでいただくことかと。さすればきっと九郎様にゆりかごに宿っていただくことが叶うでしょう。
巫女の忍びよ、私にできることならばお任せください。なんだ。お手を。ああ、白金の包丁を。これは冷たい。凍えたこの体がお米を冷たく輝かせるのでしょう。まるでささめ雪だ。確かに。ではそう呼びましょう。巫女の忍びよ、ささめ雪をどうぞ。いただこう。お米は大事。きっとまたいただきにいらしてください。すみません、お米がまだ。また豊穣の頃にお授けしましょう。流飲を返すことを望まれるならば、竜の涙とともにお渡し。巫女の忍びよ、竜の涙をどうか。空気だ。はあ、食え。はい、いただきます。どうした。いいえ、ただ甘くて幸せなのです。巫女の忍びよ、きっとまた。お、狼か。大事ないか。は。そうじゃ、これをそなたに。竜の涙、必ず手に入れてまいります。あ、頼む、狼。何やらナイフの軍がだが、時折心ず何やないだが時を心ず関政。お前さ、
また。Thank you.
様、何があった？一心様は病にて見まかられました。そうか。それを察知したのでしょう。ナイフの軍がその機に乗じ、この城に攻め寄せています。巫女様は、これを。巫女様は城外への抜け穴か？はい、狼殿。月見楼がある水の手クルアの堀、その終端にある抜け穴に向かってください。クロウ様はその抜け穴から城外へ達し、ススキの原であなたを待っているはず。わかった。一心様の命にて、夜鷹の衆が目印の呪しを屋根上に置いています。夜鷹の呪しをたどり、九郎様を追ってください。九郎様は月すす一心夜鷹今一心わか。一心様より託されたものがあります。私からあなたに渡すようにと。ですが、まだその時ではないようです。あなたが奥義を収めた時お渡ししましょう。わかった。九郎様をお願いします。とうとう始まる。アシナ一心が言ってライフ型の大進行だ。アシナはもう持たぬだろうよ。さて、俺もいよいよ潮時だが、旦那、まだ商いが必要かね？ああ、物資のじいさんなら消えちまったぜ。フラフラと炎がどうとか言いながら、多分戦場に向かったんだろう。俺には関係のないことだがよ。じゃあな、旦那。
クロ様は突き進む意志よた。すみません、お酒は今は。クロ様、巫女の忍びよ、竜の涙を手に入れられたのですね。ああ、これが竜の涙。お渡しした氷涙とともに九郎様に飲んでいただければ、我がゆりかごへ宿っていただくことが叶いましょう。すみません、お米がまだ。また竜印を返すことを望まれる竜の涙と、そう、巫女の死、無事く。